愛知子どもの国は、愛知県西尾市東はず町南越原三番地にある、愛知県立の児童遊園地。指定管理者の特定非営利活動法人フロンティア、西岡管理、運営している。愛知県政100周年を記念して、子どもと自然との対話、子どもと子どもの対話、子どもと親との対話をテーマに1974年10月29日。 当時の初ハ,ハズ町に開園した自動遊園施設で、園内は管理棟のある中央広場を挟み、東側の朝日が丘と西側の夕日が丘に分かれている。年間を通じて催し物が開催されている。一部の施設と乗り物が有料だが、入園は無料となっている。園内の夕日が丘を走るミニ SL の子供汽車は、間が、mm、のナローゲージとも、 呼ばれ、に編成とも、愛知子どもの国の開園に際して、福島県にある協産工業で新しく作られたものである。これがきっかけとなり、全国の遊園地やテーマパークに向けて、ミニ SL が数多く新造されることになった。2011年8月より、損壊問題が議論されていたが、2013年3月25日に、 フロンティア西尾という NPO 法人に運営を委託して、プール、動物広場を廃止することを条件に、当分の間は存続する方針が決定した。三河湾を眺望できる約100万平方メートルの広大な敷地に各種遊具の他乗り物や食堂施設などがある。園内の移動は、ランドトレインという乗り物が往来しており200円、一人で利用できる。ただし、 乗り物休業日には運休される。なお、隣接地の2カ所の有料駐車場と同期に営業されるスケートリンクは民間の別の会社で愛知子どもの国の施設ではない。朝日が、おかゆる日が、おか中央広場。ありがとうございます。